メンバー非常に面白い選手が揃ってますね。そうですね。まだこれゲームの流れがこのまま 0-0 ですけれども、はい、このままの流れでいくならば、シチュエーションのね、選手交代の部分で大きく流れが変わってくるんでしょうね。はい。ツートップの田代。田代の突破。田代、崩れない。シュートか。2試合連続ゴール、強さを見せた田代のゴールです。右足のシュートでした。そうそう、見事なシュートでした。そうですね、あのこの選手でも小笠原で同じような角度なんですよね、蹴り出してるのも、はい、逆のポストを投げた形でいいシュートでしたね。日本代表も選出されました。何か一皮抜けた感じがします。なんとか、そうですね、ポストプレーだけでこうやってゴールに向かうプレーというのも、はい、そんな宮城が勝ってたなって気がしますよね。田代の先制ゴールがありました。アントラーズ先制。ファールはありません。小笠原、小沢です。小沢マスを停止で今日はガリッコが中盤に入っている鹿島アントラーズ。小沢が入ってきた。やばいパス。マルキーニョス。突破からシュート。2点目のアントラーズ。素晴らしい形で2点目を奪いました。いやー、最後のね、マルキーニョスのシュートを、タックルを外して打つところが素晴らしいですけども、はい、その前の小沢ですね。あの前の左に入ったところの反応から、マルキーニョスのスルーパス。体が後ろに入ったね。
対0とアントラーズがリードして、そしてロスタイム3分経過したところ、誠一郎が PK で1点を返しました。これで4対1になりました。ここは冷静に牧誠一郎が決めています。そうですね、このチームコースに蹴り込んだなということですよね。もうすでにロスタイム3分を経過しています。ここで試合終了です。アントラーズ勝ちました。見事に開幕5連勝、そしてリーグ戦14連勝達成です。常勝軍団がまさに強さを見せつけました。